こんにちは、かほです。はい、前回は入笠山に登ったんですけれども、今回はそのお昼ご飯の回です。今回はですね、自分では作らずに、このマナスル山荘さんでランチをね、したいと思います。こちらのマナスル山荘さんはもうねご飯がね美味しいで結構ね有名なんですよね。私も冬に来た時にビーフシチューをね食べてめっちゃ美味しかったので、今回もこちらでご飯を食べることにしました。はい、それではご飯食べていきます。それでは早速注文します。今回はお店の名前がついたマナスル定食1650円を頼みました。そして今回はじゃん、パンをお土産に買ってみました。このパンはあんこが中に入ったクロワッサンなんですけど、生地がねもちもちしてめっちゃ美味しかったです。はい、料理が到着しました。これです。すごい、すごい量。こちらがメインプレートですね。右から冷しゃぶ、真ん中が唐揚げ、一番左は揚げ物なんですが、ちょっとまだ何かわかんないです。嬉しいのがこの奥のどっさり盛られたサラダですね。野菜もねたっぷり補給することができます。はい、そしてこちらはハヤシライスです。小皿にちょうどいい量がね盛られております。これはお味噌汁です。具がたっぷり入ったお味噌汁、美味しそうです。はい、ということでボリューム満点の定食をいただいていきます。じゃあちょっとドレッシングをシュッとかけていただきます。うわ、これすごい、あのこれよ、これもうほんとすごすぎ、これはすごいです。はい、じゃあまず何からいこうかな。はい、唐揚げからまずは。めっちゃ美味しそう。美味しい、揚げたてです。熱々。うん。サックサクです。この揚げ物です。え、これなんだろう。はい、じゃあちょっとそのまま食べます。うん、ヒレカツだ。うん、サクサクで美味しい。でもちょっとソースつけよう。はい、ヒレカツにソースをつけました。うん、うん、もうザックザク、めちゃくちゃ美味しいです。うわ、やばい。じゃあお次はこれですね。お次はこれ。はい、これは豚しゃぶ、豚しゃぶに食べるラー油みたいなものがねかかってますね。ご飯と一緒にいっちゃおう。うん、うん、美味しい。これ食べるラー油も実際にお店で瓶で売ってる手作りのものだと思うんですけど、めっちゃ美味しい。すごっ。わー、これほんと美味しい。この食べるラー油もめちゃくちゃ美味しいです。うん、もうこれは山の上で食べる味じゃない。すごい。
お味噌汁です。うわ、もう見えないか。もうね、具がめちゃくちゃたくさん、きのことネギがたっぷり。うん、おいしい。サラダもたっぷりです。普通定食についてるサラダってちょこっとなんですけどね、すごい野菜も取れて嬉しい。はい、こちらはハヤシライスですね。うわー、美味しそう。まずそのまま食べてみようか。トマトの味がすごいして、やりました。トマトのね、甘みがすごい美味しい。なんかこのハヤシライス、本当にちょこんってついてるだけなのに、結構ね、具もキノコとかお肉とかたくさん入ってて、めっちゃ美味しい、これ。うん、だし、この中だったら多分このハヤシライスが一番好きですね。めっちゃ美味しい。まだ半分くらいしか食べてないのに結構お腹がいっぱい本当にボリュームたっぷり。ごちそうさまでした。もうやばい、お腹がはち切れそう。めっちゃ食べました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。